トレース小島の6日間開催ビーナスシリーズ第11戦第13回クラリスカップ睡眠上位予選の折り返しとなる2日目の最終競争です。ダブルドリーム第2弾は第12レースのクラリスドリームです。1号艇には田口節子、2号艇には中里優子、3号艇には喜井司、4号艇には若狭奈美子、5号艇には高畑四季、6号艇藪内瑞希、以上6選手の対戦です。最終カード枠番通りの並びということになりました。今日の前半カードは激しいトップ争いの中から悔しい2着の成績でしたが、ここは白の勝負で登場です。1番人気は1号艇地元の田口、2コースが2号艇の中里、前半カード逃げての勝利、センター3コース3号艇地元のキーです。4コース下げてカード1、こちらも地元レーサー4号艇の若狭の稼働戦、5コースは5号艇の高畑、今日の7レース5コースから一気のまくり、さあその再現になりますか。サイアウト6コース満を持して今日ここ1回走り、昨日の2走目3コースからまっくり出しの勝利、6号艇地元の藪内で進入スタイルはスロー3艇ダッシュ3艇枠なりです。第12レースはクラリスドリーム、インコースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。後ろ5艇、5コースはどうだ、5号艇の高畑、白1枠逃げる、1号艇の田口、2号艇中里と相手まくる、さあその4号艇の若狭で向こう攻めで、おっと危ない、後方アクシデントがありました。3号艇にアクシデント発生、先頭は2号艇中里、2番手は4号艇の若狭、3番手です1号艇6号艇接戦、5番手再び放送攻めた5号艇の高畑、そして1マーク3号艇のキーにアクシダッセです。一緒にマークの世界スタートは世上、トップ使い2号艇の中里、2番手は4号艇のワクサー、狂った本で1号艇田口ホームに移ります。先頭は2号艇の中里、2番手は4号艇のワクサー、3番手1号艇田口、上田家241、レースは2周目と移っております。ここは自己艇レスキを避けての旋回ということになっています。ここでお知らせいたします。3号艇のキーツカサ、1周1マークにおきまして転覆のため失格となりまして、現在5艇が交走、先頭は2号艇の中里、2番手が4号艇の若狭、3番手1号艇田口、上代系は241、4番以降離れました6号艇矢渕、5番手最高峰は5号艇の高畑、レースは2周マークのホーム直線コース、先頭は2号艇の中里、2番手は4号艇の若狭、3番手1号艇田口、上代系241、レースはこれから3周目と移っていきます。なんとこのレース前提が0台スタートに収まりました。トップスタートはほぼタッチの5号艇の高畑ではありましたが、2コースから0台前半、0203のタイミング、2コースからまくっていきました。先頭2号艇の中里、2番手が4号艇若狭、3番手1号艇田口、上田駅は241、2連単24でも満州 161.2 倍、3連単241 373.9 倍、今日レシオ先頭2号艇の中里、2番手が4号手の若狭、3番手1号手の田口、上田駅は241、先頭2番です中里ゴール、2着4番若狭がゴール、3着1番田口がゴール、4着6番藪内ゴール、ラストは5番の高畑ゴール。なおこのレース3号手の喜井司、1周1マークにおきまして転覆のため失格です。以上福島第12レースでした。